コライズ、どうも、ライザーです。今回は、最初の動画になると思うんですけど、僕の初の記念すべきデビューとして、あるものを開封して、たしなむじゃねえな。たしなむ。楽しむ。使っていく。たしなむ。それが、こちらです。プルプシュ。ピコフォー。というわけでですね、この、ピコ4っていう、VR ヘッドセット。初めて、VR ヘッド買ってみました。わざわざ、VTuber で、3D の、今、体は、あれなんですけど、リアルなんですけど、3D とリアルを、まあ、繋いでいきたい VTuber として、みんなに知っていただけてもらえたらいいなと思ってるんで、動画にしてるんですけど、一人の VTuber としてね、どんどんその世界に溶け込むっていうか入り込んでって、まあ、いろんな世界に、いろんな VR とかバーチャル楽しんで、いろんな世界を、新しい世界をね、リアルだけじゃないこっちのフェイスの世界も一回の人生なんで経験しておきたいなと思ったんで、今回そのデビューとしてきっかけとしてこちらを買ってきました。新品です。なんとわざわざ僕埼玉に住んでるんですけど、同じ埼玉のね、都会の方の大宮、埼玉新都心か、そこここのヨドバシよく CM になってるんですけど、行ってきました。わざわざ、見えないんであれです。というわけで、早速、開けていきたいと思います。ほんといろいろ開けてやりたいことはあるんだけど、まず、一番最初にやりたいことがあるんで、それをやれば、じゃあ、今から回復していきます。スライドっすね。スポン。すごい。裏にピコって書いてある、また。ピコとピコのマーク。すげえ。カメラやっぱ映ってるわ。なんか機械じゃないけど、なんか嗅いだことあるけど、ちょっと特別な珍しい匂い。ピコ4ってメガネ、ここのレンズがでかいらしくて、メガネかけてる人でもそのままつけられるらしいですよ。こっちも開けます。ビロビロビロン。あ、この人生面白いよな。ここもこれでね、ここ外せるんで、ちょっと。おお、すげえ。怖そうで怖い。タイプ C とコンセント。短いな。充電するようなんかな。つかあれ無線でできるんだっけ。いや、これ充電されてなかった。今から充電して、もしそうだったら仕事終わってから今夜また。2000 years later。 おー、すげえ。おー、なんか真っ赤な光の幕が。お、あ、ローディング、リローディング。あー、あー、俺の部屋が映った。俺の部屋になんか別のモニターも映ってる。というわけで、VR ヘッドセットのピコ4、一番最初にやりたかったことがありやす。それを今からやっていこうと思うんですけど、それは何か、一番やりたかったこと。VR で、ホロライブのライブを見る。イエーイ。